みんなと一緒にやるショーは一番楽しくて、大変でも毎日だってやりたいくらいなんですよ。特にルイ君が考えてくれる演出はどれもワクワクしてすっごくワンダフルなんです。ああそうだね、やりたいと思えるショーを存分にできて僕も幸せだよ。やりたいと思える、またあのモヤモヤした感じ。ん？朝日奈先輩？どうかしましたか？あ、ううん、なんでもないよ。でも素敵だな、大鳥さんも上白さんもやりたいことに向かってまっすぐ努力できてて、私はそういうの全然なくって。え？どうしてそのように思うんですか？どうして、どうしてかな、なんとなくですかね。なんとなく周りを見ていて、みんなで希望を届けたいって思ってここまで頑張ってきたから、みんなでプロになるためにできることは全部やりたいって思ったんです。そう思ったんです。私には本当にやりたいことなんてないって。あれ、私ちゃんと笑えてる？朝日の先輩。ないということもないんじゃないですか？え？なんとなくで恐縮ですが、朝比奈さんにはやりたいことがあるのではないかと思って。そうですか。そんなことないと思いますけど。もしかすると気づけていないだけかもしれませんよ。実は僕は昔自分のやりたいことがわからなかったんです。いや、わかってるつもりだったんですが、本当は全然わかっていなかったと言うべきでしょうか。僕は最初自分がやりたいショーを作れれば幸せだと思っていたんです。たとえたった一人でも。でも本当は僕のやりたいことを同じようにやりたいと思ってくれる誰かと一緒にショーをやりたいと気づいたんです。気づけなかったのは諦めていたからです。どうせ自分のやりたいことを一緒にやってくれる人なんていないだろうと。でも仲間に出会えて、本心を問われて、ようやく本当の気持ちと向き合えました。ルイ君。それで思ったんです。本当にやりたいことを自覚するのは思った以上に難しい。だからもしかしたら朝比奈さんもそうなのではないかと思ったんです。私は、すみません、自分のことばかり話してしまいましたね。いえ。手当てありがとうございました。これでいいショーができそうです。それならよかったです。